行こう。やっぱり私たちの知ってる琥珀街と変わらないね。知ってるのは琥珀街だけじゃないよ。ほら、お願いだからうちを許して。うちは本当に何も知らないんだ。はっ、嘘つきめ。まだ否定するつもりですか。今日こそ懲らしめてやりますよ。昼間から堂々と人を殴るっていうの？は？誰です？大丈夫？少女くん、あんたたち、うちのこと知ってるの？私は…ただのおせっかいですか？あっちに行ってください。少し前にうちと一緒に街を歩いたよね。最近どう？なんだか少し痩せたみたいだ。後で美味しい店に連れてってあげるよ。おーや、あんたも来たんだ。数年ぶりだよね。こんなに背が伸びるとは。私のハンマーを見て、もう一回言ってみる。あはは、冗談だってば。あんたって子は怒っても可愛いね。ああ、そうだ。今年の柔術戦争の準備はどう？前回出た時は対戦相手を倒しまくって、向かうところ敵なしだっただろ？実は玉杯があと一つ足りないんだ。おや、あんたみたいなすごい選手が柔術戦争に参加できなかったら、それこそもったいないね。あなたたち、本当にこいつのことを知ってるんですか？そうだよ、少女くん。一体何をしたの？他に何があると言うんです？知り合いならこの嘘つきのすることなんてわかるでしょう。いや、全部誤解、誤解だって。誤解ですって？こいつから買った道具のせいで用意した芝居が台無しになったのに。ふむ、確かに知ってる少女そのままだね。そんなはずないって。あれは安価で有名な学者から拾…いろいろ確認してから仕入れした品物だよ。常連客はみんな問題ないって言ってくれたのに、どうしてあんたじゃダメだったんだろう。まさかお客さんの腕がダメだったとか？は？私の腕がダメですって？ヌートリスク一族のセルマ様でさえ褒めてくださったパフォーマンスを。あのお嬢様がこんな街灯のものを見たことがないはずだろ。それにうちだって適当に何か芸を披露すればきっと報復絶倒してうちの芸術の腕を認めてくれるんだ。そうそう、あのヌーなんとかスクのお嬢様もきっとこういう反応をしてくれる。うん、確かにスズメちゃんの言う通りだ。スズメちゃん、その呼び方は少し適当すぎるんじゃない？とにかく芸は自分の実力次第。使いやすい道具で誰もが有名になれるなら、それこそうちの商売はダメになるはずだよ。あなた。うちが何？今話したのは誠意のある体験談だし、普通の人には教えないことだよ。だからさ、ショージャック先生の秘伝の書を買わない？絶対に身につくやつ。バカでも凄腕になれるよ。ちょっと、また私を騙すつもりですか？私が仕えてるお方を知ってますか？あの白球様なんですよ。あの白家の坊ちゃんか。よく知ってるよ。彼に招かれて占いをしたんだけど、大凶の兆しとでも言うように眉間が真っ黒でね。へえ、今度は坊ちゃんを使って嘘をつくんですね。同じ話を坊ちゃんの前でも言えますか？もちろん言えるだろうね。
怖くて言えないようだったら一生彼の弟子になってもいいよ。それにあの白球坊ちゃんは何でも持ってるじゃないか。うちが騙したくらいで何がどうなるっていうの？え、白球様じゃないですか。白球様、お久しぶりです。え、どうしてよりによって。その汁物を作ってたのを思い出したよ。せっかく出会ったのも何かの縁だし、また今度会おう。これは玉杯？本物みたいだね。白球様、あいつです。え、あの嘘つきは？ふん、きっと白球様の異名を聞いて逃げたんですね。ああ、後のことは私に任せるといい。ですが、ちょうど一族の劇団に間違ったことを言ってしまいクビになった者がいる。その空席に君を推薦しよう。ああ、ありがとうございます。いや、私は白球、以後お見知りおきを。誤解で諸君を巻き込んでしまって申し訳ない。へえ、どうして誤解だって分かったの？ずっと隠れてこっそり見てたとか。一人の性格を理解すれば、その者の行為を推測するのは簡単だ。同じように一人の行動を見ればその性格を知ることもできる。白球さんはあの小尺という人をよく知ってるの？いろいろな偶然が重なり、小尺先生のことをいくつか耳にしたことがある。彼女は確かに面白い。路上で占いをする彼女の話は以前から聞いているが、当時は今のように口が達者ではなかったらしい。琥珀街であちこちの壁にぶつかって、街中を歩き回っても何一つ売ることができないくらいに。それでも彼女は笑顔を浮かべ、手にしたわずかな食べ物を子供たちに分け与えていたそうだ。そしてすべてがうまくいく、この目で見たわけではないが、それでも感慨深いものがある。どうやら白球さんと小尺のつながりは私たちが思ってたよりもずっと長いみたい。諸君が玉杯を手にしているということは柔術戦争に参加するのだろう。そうなると次に会う時は敵同士だ。今私たちがあなたを包囲すればその玉杯を奪うことができるよね。言ったはずだよ。一人の行動を見ればその性格がわかると。自分を守るためでも機会を求めるためでもどちらも理にかなっている。見知らぬ女性のために立ち上がるような人間は、ただ誰もが同じように考えるとは限らない。諸君はくれぐれも慎重に動いた方がいい。もう遅い時間だし、諸君の邪魔をするのはやめておこう。会場で再会できるのを頼む。はいはい、これで七術にほとんど会えたね。七術大集合って例えば正解だったでしょ。小尺は相変わらず庶民的だね。白球さんも相変わらず底知れない感じだし、それとトリッコーからセルマの話も聞けた。アジタくらい？え？誰？ここに入ってから誰かに見られてるような気がする。そう考えてるのは私だけかと思ってたよ。モテるのって結構大変だよね。あれは待って、夢追い人、私が確認する。
その通り。もう少し近づいてみて。ヘリア！コラリー！ヘリア！ええ、これで。待って、どうしてあなたがまだいるの？変ね。私のパラメータ設定は間違ってないし、配置も正しいはず。アジタ？これはあなたの仕業？あら、ええ。私のことを知ってるみたいだけど、新しい器具を紹介できて光栄よ。はあ、今までは大丈夫だったのに、なぜか今日はちょっとしたアクシデントがあったのよね。でも、今回が初稼働だし、調整が必要になってもおかしくないわ。あなたは私の知ってるアジタとは少し違うみたい。それよりも、答えて。それを聞きたいのね。もう問題の鍵じゃなくなってるかもしれないけど、もちろん、あなたたちの行くべきところに、と答えましょう。ヘリア！私は平気。でも、ここは。老朽にいるのは食えない奴ばかりだって分かってたのに、もっと警戒するべきだった。焦らないで。任務中のアクシデントはいつものことだし、落ち着いて対処すれば出口は見つかるはずだよ。よく訓練されてる A 級バルキリーのヘリアと一緒にいると確かに安心できる。そう？あんたが褒めてくれるなんて珍しいね。でも私が今の話をしてなくてもコラリーは落ち着いて対応できるでしょ。ただいろいろ文句を言うだろうけど。ヘリアの代わりに愚痴を口にしたまでだよ。それで本題に戻るけど、ヘリア一人で奴らの相手をした場合どれくらい持つ？カンブリア紀で周りの状況を調べたいってこと？うん。準備に少し時間がかかるんだ。人に難題を押し付けるのが本当に好きだね。私に任せて。遠慮はいらない。本当にキリがない。5、4、1。いいタイミング。目標録音。おや、頭をこっちん。助けが必要かな、可愛いお嬢さんたち。僕に会えてすごく嬉しいだろう。ビタ？ビタだよね。あなたの仕業なの、ビタ。へえ、君たちの先輩が悪知恵を授けたの？まったく。もしかして神天命に入って最初に習うのはビタという女に気をつけろかな。うん、正解だよ。私たちの教科書の表紙にはビタを信じるなって書いてある。しかもそれは深先輩の直筆で、挿絵はゼーレ先輩が担当したの。それは光栄だね。みんながそれほど僕のことを思ってるなんて、感動して泣きそうだよ。シクシク。でも、あんたは出禁にされたんだよね。どうしてここにいるの？君の言う通り。でも、メインアカウントがブロックされたら、サブアカウントに切り替えるのは常識だろ？何でもできるこのビタは、困ったりしないのさ。もちろん、できるだけ力を制限する必要があるけどね。あのケチな神様に気づかれたら、
僕が苦労して作ったサブアカウントも消えてなくなってしまうから。そのアホ毛は。わあ、気づいてくれたんだ。嬉しいよ。実は僕もこの見た目を気に入ってるんだ。でも黒い衣装にアホ毛は少し間抜けに見えるから、僕の職場美人のイメージをキープするために大量のヘアスプレーを使わせる。悪いけど、その話題に興味はない。あなたの仕業じゃないなら、ここがどういう場所か教えてくれない？この感じなんだか見覚えがあるね。訳がわからなくなっていろいろ質問したいのに、僕をどうすることもできない姿は君たちの先輩とそっくりだ。へえ、でもそれは間違いだよ。落ち着いてて優しい先輩たちと違って、私とヘリアはすぐカッとなるし、後ろからハンマーで叩くのが大好きだから。そうなんだ。そうしたら先輩に見習うべきところがまだまだたくさんあるね。ねえヘリア。うん、確かにここは変だし、ビタのことも信じられない。だけど彼女が私たちの中で一番システムに詳しいことも事実だ。少なくとも今の私たちはビタと完全に敵対する必要はない。二人でやり直す道を探せばいいんだ。ちょっと二人とも、ビタお姉さんには聞こえてるよ。聞こえるように話してるから。君たちは僕のことをあまり信用していないみたいだ。ただ他に方法はないだろう。ちっ、ここを出たらこいつを一発殴るけど。へっコラリーはテレサ主教みたいだね。背が小さいのに志は大きいところとか。僕はね、そんな君たちが大好きなんだ。だから後でビタお姉さんをちゃんと守ってね。変な光の幕に気づいたかな？触れないように気をつけてね。行こう、ヘリア。彼女のことは私がちゃんと見てるから。そう？怪我させたりしないでね。受け取って、僕は優しいんだから。どうやらこの道は障害だらけみたいだ。方法はある？あの扉はどこに繋がってるの？少なくとも君たちがここで倒れることはないんじゃないかな。ほら、光の幕に触れたらああなるんだ。怖いだろう。光の幕が動くなんて聞いてないんだけど。任せて。一緒に死にたくないなら早く走るように。まだまだ。いいね、僕の想像と違ってる。何を想像して。
まあいい、聞きたくない。よくできたね。さあ、鍵縄を使って。危なかったね。僕の教え方が上手だったおかげだ。へえ、ジャンプとダッシュができるから強敵に挑戦しようって感じ。ブローニャ先生と一緒にゲームを作った時もこんな感じだったの？それは違う。光の膜が下がってる。触れたくなければ早く低い場所に逃げて。コラリーが心配ないよ。空が迫ってきてもヘリアが支えてくれる。それより恐ろしいことはないと思うけど。そう？この光の玉たちは僕が作ったものなのに。今の君たちが何に似てるかわかる？わかりたくない。人参を追いかけるウサギみたいだ。可愛らしいね。転送装置が壊されてる。他に道があるはずだから振り返ってみよう。賢いね。障害物が多すぎる。もっと早くして。これだけじゃ無理だ。光の幕に追いつかれそう。ビタ、他に方法はない？こういう時はビタお姉さんのことを思い出すんだ。もう時間がない。面倒だな。どうして静かに問題を解決できないの？うまく避けてね。さあ、気づかれないうちに早く行こう。へえ、こんな派手なことをしたのに橋は無事なんだ。泳いで行きたいなら別に構わないけどね。扉が開いたよ。僕は上で待っているからね。これはいらない。怪物に絡まれてる。キャッチ完了。まずは奴らをボコボコにしよう。そこまで。味方のこっちにエンジン点火。はあ、ゼーレとフカがいたらこんな怪物はすぐに倒されてただろうね。必要のない注意を引いたらまずい。彼女たちの後輩なんだから、もう少し早くしてくれない？あなたが少し黙ってくれたらね。君たちを励ましてるのに。僕の周りには大剣を持ってる奴が二人もいて怖いんだよ。早く僕を助けに来て。逃げられないよ。また弾をこっちに。どうやら僕は気づかれたみたいだ。わんぱくだね。か弱い女の子をいじめるなんて。僕は争いが大嫌いなのに。わがままの神よ。君は鋭いのか、それとも愚かなのか。さあ、でも君に気づかれた以上、いっそのこと好き勝手させてもらうよ。君の一番好きなやり方みたいにね。そうだよ。やっ！
たいよ。へえ、つまらない。さあ、僕が一番好きなものは何か、君は答えてみる？もちろん、後ろからナイフで刺すことに決まってる。だから君は気をつけた方がいい。痛いよ。それ。次は新しいものが欲しいな。もう全然新しいものじゃないのに。ここまでにしよう。次はもっと楽しませて、レイラさん。やあ、やっと来てくれたんだ。どういうこと？高騰がもうすぐ崩れそうなんだけど。怖がらないで。一番かっこいいやり方でビタお姉さんの全てを解決してあげただけだよ。僕の横にある扉をくぐり抜けたら夢追い人と再会できるから。まあその前に悪い知らせがあるんだ。ヘリア、コラリ、ごめんね。ビタお姉さんが一緒にいてあげられるのはここまで。これからの道は二人で頑張って。へえ、サブアカウントもブロックされるんだ。おめでとう。メインアカウントの最速ブロック記録を更新したね。今なら真面目に答えてくれる？ビタ、ここはどこ？どうして私たちはここに飛ばされたの？これもあの火星の神の仕業？その推測は想像力に富んでいるね。ただ、君はあることを忘れているようだ。どうして夢追い人はここに飛ばされなかったと思う？あなたが違うから？でも、どこからどう見ても、あなたは彼女たちと大して変わらないように見えるわ。何をしてるの？緊張しないで。あなたをよく分析したいだけよ。老朽一の天才学者、かっこ自称かっこ年。無数の器具を作り上げた私でも、そんな状況を見たことはないの。今日、あなたが私の前に現れたことも天からの恵みと言えるわね。あなたを解析してコレクションにしたら、私たちは研究の道で奇跡を作ることができる。それ私に何のメリットがあるの？早くコラリーとヘリアを。待って、アジタ、そんなに近寄らないで。アジタ博士と呼んで。ねえ、知ってる？私の器具は予想外のエラーを出したことなんて一度もないの。私に問題がなければきっとあなたに問題があるのよ。でもその前にもう少しあなたのことをよく観察したいの。服を脱いでもらえない？ダメ。アジタ、まずは私の仲間たちを連れ戻して、他の用事はその後で。そうね。あなたの仲間たち、普通ならあなたたちは一緒にいて同じ運命を待つはずなのに、よりによってあなたというアクシデントが起きた。あなたは一体何者なの？まあいいわ。再起動で 99% の問題を解決できるならもう一度やってみましょう。万が一あなたがただの偶然だったとしたら、もしうまくいけば。あら、あんたをがっかりさせちゃうかもしれないね。その計画は失敗したみたいだけど。あら、あなたたちまで？コラリ、ヘリア、大丈夫だった？うん、なんともなかった。ただ彼女のおかげで。アジタ、これは一体何の道具？どういう原理なの？ただの気まぐれな器具に過ぎないわ。
説明なんてなおさら不要よ。人々が必要としてるのは使える道具であって、言い換えれば豊富な知識や複雑な説明がないと使えない。でも私たちを世界から追い出そうとして失敗したよね。まあいいわ。私の器具が使える限り、予想外の状況に遭遇しても動いているコードに触るな。なぜ動くのかがわからなくても、それは実用主義を至上とする学者がみんな在結構自分を慰めるのが得意なんだね。あら、それは私の長所じゃないわ。私の自信の根源は今までこの都市に与えてきた器具の便利さにあるのよ。老朽の学者として、私はただ人々のために関心に値する新たな道具を作り続ければいい。だから取引をしましょう。そうだとしても考えが足りないんじゃない？え？まさか。僕は君の可愛い後輩たちに相当気を使っていたんだよ。でなきゃサブアカウントを使って助けに行ったりしない。そう？あなたは自分が完全にブロックされてるかどうかを確かめるついでに、あの神を挑発したかっただけでしょ。おや、君は僕のことをより理解しているようだね。その2つの目的が矛盾していない以上、子供たちを悲しませるようなストレートな言い方をする必要はないだろう。でも結果は明らかだった。神はあなたの行動を見てる。これからはあなたが何をしようとしてもより難しくなるだろうね。力の使いすぎに気をつけて、痕跡を残さなければ隙を見つけることができる。ほら、僕たちはここにちゃんと立っているだろう。でも神の監視がある限り、あなたは傍観者にしかなれない。まあまあ、神たちは上にいることに慣れすぎていて、自分の代理人がいつか従者じゃなくなることを受け入れられないだけだよ。やっぱりうちがセルマ様のペットをやってた頃の箱みたいに。どうかこのバカバカしい企みを阻止しないでって神に泣きつこうかな。それはあまり良くないと思うよ。他に方法はないの？仕方ないね。うちが占ってあげよう。おや、大吉、大吉だよ。神の願いが叶いそうになったらシステムをドーンって吹き飛ばそう。ほら、花火は夢が叶う瞬間を迎えるのにぴったりだよね。どう思う？確かに面白い結末だね。予備案の一つとしてちゃんと考えておくよ。
君のパフォーマンスは確かに素晴らしかったよ。ただ、どうして最後の小尺は僕の印象と少し違うんだろうね。だって、彼女たちはビタちゃんが教えてくれた話にしか存在しないもん。そうだね。花火も彼女たちと一緒に遊んでもいい？きっとビタちゃんをがっかりさせたりしないよ。それはダメ。美味しいものは一人で楽しむのが僕たちのやり方だ。そうだろ？ストーリーがどこまで進んだか当ててみるね。サーカスパートだ。壁眼の犬が自分の首輪を噛みちぎり、緑の蛇が犬の口にあるリンゴをむさぼる、時計塔にいる猫が全てをもこげきして、そのモフモフとした手で文字盤を動かす。その結果、みんなを深淵へと向かう列車に乗せるんだ。そうだね。神は頑固で独りよがりで、行者は自己満足に浸る。嘘つきが私利私欲に走り、智者が世間を騙して名誉を得る。そして愚者は、愚者は全てを嘲笑い自ら楽しむの。あの火星の神が焦って僕を止めようとすればするほど、僕が正しい方向へと進んでいることを証明してくれる。わがままでわかりやすい神に心からありがとうって言うべきかな。楽しみたいなら登場するタイミングを見極めなきゃ。そうだよね。もちろんだよ花火ちゃん。僕だけのステージが来るまで僕たちには楽しむ時間がたくさんある。だけど当ててみせようか。今回君がここに来た主な目的は僕。そうだろ？と思ってこれを持ってって。ビタちゃんも遊ぶのが大好きなら、きっとこれらの仮面が似合うと思うよ。おや、こんなにたくさんあるんだね。まさか今頃闇雲に仮面を探してる人たちがいたりしない？そう？どうかな。花火が持って行ってもダメだって言われなかったよ。こんなに面白い過去があるならちゃんと大事にしないとね。可愛い子ちゃん、その誘い受け取ったよ。やっぱり君とは話が合うね。じゃあこれからは愚者の時間だ。ハハハハ。